マラダラジュスンドラモール C は、シンガポールの元サッカー選手、現サッカー指導者、元シンガポール代表、現役時代のポジションは MF もしくは FW。シンガポール史上有数のサッカー選手の一人で、1980年代から1990年代にかけて活躍した。また、その活躍は広く知られ、東南アジアで最も恐ろしい選手と呼ばれた。 1983年18歳の時にシンガポール FA でプロとなったがその翌年にはマレーシアカップの得点王に輝いた。1985年のマレーシアカップは膝の怪我で欠場した。1988年にはファンディアマド以来同国史上二人目となるヨーロッパ移籍を果たしスイスの FC バーゼルに加入した。しかし、 ファンディア・マドとは異なり、ヨーロッパで成功を収めることはできず、翌年には、マレーシアリーグに復帰し、ケダイフ A に加入した。1990年のマレーシアカップの決勝戦では、かつて所属したシンガポール FA 相手に1点目を奪い、3から1でのケダイフ A の勝利に貢献した。1991年には、パハン FA に移籍した。1九9三年には再び、 シンガポール FA に復帰し、ドリームチームと呼ばれた、同年のシンガポール FA の一員として、ファンディア・マドやマリク・アワブラと共に活躍した。1993年のマレーシアカップ決勝戦では、ケダ FA 相手に敗北を喫したものの、そのドリブル能力やシュート能力で、チーム有数の貢献をした。彼の最も有名なゴールは、この1993年に生まれ、それは、 ブルネー FA 相手にホームのシンガポールナショナルスタジアムで決めたオーバーヘッドである。また同年には同じくシンガポールナショナルスタジアムで行われた試合でパハン FA 相手に大胆にもヒールパスのフェイクを入れた。相手ディフェンダーはこれに騙され、この球をファンディア窓へのクロスにし、この試合は勝利を飾った。その翌年、 1994年にはケランタン FA に移籍した。1995年にはウッドランド・ウェリントン FC に移籍し、FAS プレミアリーグにも参戦した。同リーグは翌1996年に S リーグとなり、S リーグ開幕初年から在籍した。1998年にはジュロン FC に移籍した。ジュロン FC では後ろ蹴りから得点を決める功績も残した。 また、1999年には S リーグ史上初めて選手権監督となった。そして同年末で選手を引退し、監督業に専念することとなった。1981年には第5回ライオンシティカップに出場し、代表デビューを果たした。1983年にシンガポールの A 代表として初出場した後、多くの大会に出場した。 代表として出場した同年の東南アジア競技大会では、同国史上初めて準優勝にまで上り詰めた。1985年の東南アジア競技大会では、グループステージのインドネシア代表戦で得点を決め、1から0の勝利に大きく貢献した。この時も準優勝の結果となった。1990年のアジア競技大会に出場した際には、 パキスタン代表相手にハットトリックを達成している。1994フィーファワールドカップアジア予選では一時予選で敗退となったもののグループ C でインドネシア代表相手にラフィアリと共に得点し2から1で勝利を収めグループ C 3位の結果となった。またゲイリー・リネカーを当時用していた J リーグの名古屋グランパスエイトとの親善試合でも2得点を 挙げており、シンガポール代表の4-3での勝利に大きく貢献した。シンガポールライオンズ12の監督を務めるスンドラモールシー・ジュロン FC で選手権監督となったのが監督歴の始まりである。その後、シンガポール国立フットボールアカデミーの U-18 の監督を務め、またヤングライオンズの監督も務めた。2011年には、 シンガポール U-23 代表の監督に抜擢された。さらに2012年にはシンガポールライオンズ12の監督にも就任した。チーム結成初年度でもあったこの年を同チームは任意で終えたほか、マレーシアカップでも準決勝に進出し、初年度から大きな功績を残した。2013年1月21日にはシンガポール代表の監督であったラドイコ・アブラモビッチ。 の退任によって一時的に空席となった監督の座を任されることとなった。代表監督としての初試合は2月6日にジャラン・ベサール・スタジアムで行われたヨルダン代表戦であった。5月15日にはドイツのベルンド・シュタンゲが新監督に就任することが発表された。この時彼は U-23 代表を率いて 東南アジア競技大会に参加しているところであった。また、この時には、アシスタントとして、ヤングライオンズの監督となる、アイデイスカンダルが同伴していた。さらにこの5月には、シンガポールセレクションクシーの監督として、ピーター・リムチャリティーカップにも出場した。シンガポールライオンズ12の監督としての2013シーズンでは、同チームを2年目にして、優勝に導いた。 しかし、2013年10月7日に彼は、シンガポールサッカー協会とシンガポールライオンズ12の監督契約を更新しないことを発表した。そして11月1日には、マレーシアプレミアリーグに所属するヌグリスンビラン F8 の2年契約を発表した。しかし、2014シーズンを6位で終え、マレーシアカップへの参戦権をつかみ損ねると契約は打ち切りとなった。 2014年12月には、タンピネス・ローバース FC の監督に就任することが発表された。これによって、およそ5年ぶりに S リーグの監督に復帰することとなった。2015年7月には再び、シンガポールセレクションクシーの監督となり、プレミアリーグ、アジアトロフィーに参戦した。2016年5月には、シンガポール代表の監督に就任した。クラブ個人。 ありがとうございます。